ついでうんなんまん誰かが俺を呼んでいる川の源卵とご飯エッグ&ライスエッグ&ライス街の平和は任せとけ。町の平和を愛する青年須佐健太郎は地元の卵とご飯のエナジーを体内に吸収することで雲南マンに変身するのであった。あ、助けてわしは怪人オロチ男だ。ちょっと待て。かよわち女性が助けを求めるとは見過ごせないぞ。なんだお前は。俺の名は雲南マン。この町の平和を守るヒーローだ。はあ、なんだと。すぐに変身してやるから。ちょっと待ってろ。おじさん。ああ、健太郎くん、どげしたかね。卵とご飯。健太郎くん、お待たせ。はい。はい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。なんか変なことになって長居させてごめんね。いえ、私の方こそ勘違いして大きな声出してしまってごめんなさいね。いえ、わしらこんな感じだから、まあよく怖がられるけども、まあ慣れてるんじゃ。変身オー。よし、怪人保証の子、待ってよ。そろそろ帰りましょうかね。そうですね。それでは失礼します。じゃあ気をつけて帰ってくださいね。お疲れ様。じゃあ我々もそろそろ基地に戻ります。うん、新天地で頑張ってください。うん、任せとく。待たせたな。もう誰もいないじゃん。須佐健太郎と怪人オロチ男とのファーストコンタクトから数日後、二人は思いがけず再会するのであった。ついに出たな、怪人オロチ男。今日こそ決着をついてやるぞ。すぐに変身してやるから、ちょっと待ってろ。また待つの？うまそうじゃの。わしにも送らせてくれ。ちょっと待って、おい。ちょっと、おい、ちょっと。それがなければ変身できない。まさか。そこまでやるとは。覚えてろよ。さらに数日後、三度目の機会は突然にやってきた。探したぞ、怪人オロチ男。今回はすぐに変身できるようにこのようにして持ってきたんだ。すぐに変身してやる。よし、変身と。正義のヒーロー雲南マン参上。
あんた本当に変身できるんだ。ヒーローだから当然だろ。変身さえできればこっちのもんだ。覚悟しろよ。ああ、実はわしもあんたを探しておったんじゃよ。は？こないだ食べさせてもらった卵かけご飯、いやあれは最高にうまかった。今度会った時にぜひお礼を言いたいと思ってたんじゃ。はあ？この町を征服するんじゃないの？え？征服？なんで？いや、いやだって怪人だから。いやいやいや、こんな格好だからよく間違えられるけど、征服なんて恐ろしいことは考えてないよ。この町も気に入ったので移住してこようと思ってるんじゃ。またこの町のおいしいものを食べさせてください。こうして雲南マンの活躍なのか地元の食材のおかげなのかは微妙ですが、町の平和は保たれたのであった。いいランチで、はい、いいランチ。